吉田さん、なんとなく思うんですけども、その成功ってね、その成功の概念っていうのは人それぞれ違うとか、何が成功の概念なのか、それは決まっていないとか、いろいろ言い方はありますけども、なんかね、後付けの成功と、あとは本当にこう高いレベルで設定した成功モデルに自分を持っていくのと、こう2つあるって考えたらどうかなと思うんですよ。例えば成功を求めて生きてきたわけじゃないけども、人生後半になってね、まあ自分はこれで良かったんだっていうふうに、まあ無理やり、半ば無理やりね、自己納得していく、まあこれで人生はもうここまで生きれば成功じゃないか、いいことあったじゃないかっていうふうに考える成功ですよね。うん、もちろんそれも私は全然構わないと思いますけども、私はちょっと逆でですね、私の成功はなんか非常識なんですよ、やっぱり。今実際に、まあ、家をね、一括で買ってローンのない暮らしで、まあ、車もね、複数台一人で所有してるわけですよね。で、今度またレクサスまで入れようとしてるとか、でもそれは本当に私がね、欲しいなと思って手に入れるもんなんですよ。でもここに常識的な考え方があったら、とてもじゃないけど、まあ、家のローンも終わってないし、車を何台も買い出すことはできないと思うんですよ。で、しまいには暗号通貨にボンボンまだ投資してるわけですからね。だからおおよそ非常識なんですよね。でも成功ってものを私が具体化しようとすると、そんな非常識なみたいな成功モデルしか浮かばないんですよね。まあ、例えば自分の気に入った仕事だけするとか、高単価のものしか取引しないとかね。もちろん逆もあります。無料で手厚くサポートするっていう面も持ってるんですよね、片っぽでは。でもこれ常識的に考えたら、毎月20万とか30万の月給をもらってね、まあ私のぐらいの年齢だったら40万50万かもしれませんけども、それをなるべく節約して、外食もあんまりせずに、で、人付き合いもね、好むと好まざるとに関わらず適度にするわけじゃないですか。やっぱこう空気を読んでね。で、人脈っていうものにとらわれて、苦痛にも耐えながら、つまらない上司や部下との関わりもなんとなく大事にしながら、腹の中では毒づいてるみたいな。これがやっぱり常識だと思うんですよ。うん、でもこの常識の中に生きてると、不快であり不満であり、私はなんかね、何もいいことがないかなと、まあ何もとは言わないですけども、それが自分の人生のかなと思ったら、ちょっとね、辛いなと思いますよね。でも私は例えば、まあ私はね、車のことしか出ないようですけども、はっきり言ってね、この6枚刃のシェーバーあるじゃないですか。これね、うちの奥さんが6枚刃のシェーバーって知ってるって聞いたところから、ちょっと買ってみようかなっていうような、そんなノリでもう秒速で買ってるわけなんですよ。で、手元に届いてこうやって使ってるんですよね。結構いいです、これ。すごい滑らか。6枚刃がね、隅々まで行き渡る、この太い非常識な6枚刃。2枚刃3枚刃っての聞いたことありますけどね。で、こうやって、暮らせていけることっていうのは、本当ありがたいんですけども、非常識ですよね。だから何か成功モデルを自分で考えるとしたら、それはおおよそ今の世間風潮から見ると、この感染症で苦しい生活を強いられている方が多い中から見ると、非常識だと思うんですよね。でも私の求める成功モデルっていうのは非常識の世界にしかないんで、しょうがないですよね。麻雀店の時もね、そうですけども、常識的に考えたら、社員のことをね、社員の将来とかを考えて、社長が勝手な事業とか行かないですよね。でも速稼塾っていう事業を新しく始めて、そこの売り上げが毎月100万なり200万なり上がっていく。店の経営ってのは7、8人がかり、10人がかりで毎月100万以上の赤字を出していく。どっちが非常識なのかなと、ね、私から見ると、赤字の店舗に働いてる社員が全員給料をもらって帰るっていうのが非常識のように気がするんですよ。常識的に考えるとね、利益を出した人だけがその利益の分配に応じて給料が決まっていくっていうのが常識的だと思うんですよね。でもまあしょうがないです。50年前の常識、正社員制度ってものが未だに息づいてますし、それを私は利用して会社を作ったわけですから、儲かってる時も儲かんない時も一定金額社員に渡さないといけない、福利厚生は必ずつけておかなければならないみたいな、いわゆる会社経営の常識論、社員としての常識論、経営者としての常識論にそのまま従って生きてきた結果、私の会社は潰れましたって話ですよね。
だから常識的に生きてきても会社は倒産するんですよ。でも今私が非常識な暮らしをしているときに、私はこの一人でやってるビジネスで潰れた会社一社もないんですよ。閉店した店も一個もないんですよ。どっちが非常識なんだろう。要するに新しい時代の常識ってのは旧世代から続いてる人たちの非常識に移るんでしょうね。